はいこんにちはドラッガー専門コースナルタントの村瀬康介です今日はですね ドラッカリー流の人材育成についてお話をさせていただきます。なぜ人材育成が必要なんでしょう。ドラッカー組織の優劣は学んでるか学んでないかであるということで、組織の中心であるこの人をいかに成長してもらうかというのを人材育成のこれ基本になるんですけれども、もう一つあるんですね。これ今の組織と人との関係、働く人従業員さんの関係がこれ昔と大きく変わってきてしまっているということなんです。何かと言いますと、この労働人口の問題なんですね。 労働人口はどん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 ここれから未来に向けてて減っていきますどどどどん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 この企業の課題としてですね人の採用またいい人優秀な人たちに組織の中で働き続けてもらうことが非常に難しくなっていってるんですね転職率も上がる人の流動性も高くなっていく中で人がどのように人を雇い続けていくか優秀な人たちに自社に引きつけていくかといった時に自社はやっぱりいい会社でなければその人にとって魅力的な働く人たちにとって魅力的な会社でなければその組織は 組織の中核的なパワーである人を引きつけることができなければ存続が難しくなってしまうということなんですね。でちなみにこれご参考にしていただきたいんですけどドラッカーいい会社をこれ3つの条件として話しています。これを実践したですね 世界的なアルミメーカーのアルコアというところの会社さんポール・オニールという経営者さんがいたんですけどねこれで世界一のアルミメーカーに仕立て上げていったんですけれどもちょっとそのドラッカーの考えるいい3つの会社のいい会社の3つの条件というものをご説明させていただきますこのいい会社というのは人が生き生き働く人が生かされるいい会社というこの3つの条件です。一つ目がでですねこれ職場で K 尊敬を持ってその人が扱われているか従業員さんが扱われているかでは職場に人間として尊重される人間としてリスペクトがあるかということですね皆様の職場環境でそのまま考えていただきたいんですけど職場で尊重される環境かどうかといったことがこれ一つ目です二つ目がですねその人が働いている中で従業員さんが成長支援プロとしてプロフェッショナルの専門家としてまた人間として成長できるような成長支援の仕組みがあるか。 まあここも本当、こここそ人材育成ですね、その人が入ったときにやっぱり、何にもその OJT 以外、なんにもないと、OJT もないと、ただやっとけ、ただ見,見よう見まねで、背中見て覚えるみたいな会社で今、もっといいところで成長したい、もっといいところでスキルアップしたいってという人すぐえいなくなってしまうんです。 この人材育成というのをきっちり自社でやってですねまたホームページまた採用の面談採用の戦略に織り込むということは人材育成自身もこれ従業員さんいい人を引きつけるといった意味での採用戦略でありこれ採用のマーケティング戦略になるんですね自社にきっちりしたこの人材育成の仕組みがあるといったことはその会社の十分なこれライバルと比べて選ばれる理由になるということなんです。もう一つがですね 正しい評価制度があるか、えー、何かと言いますとその人がやったことを十分にその会社に評価されるか、えー、頑張ったら頑張っただけ十分評価される正しい公正な評価があるかということをドラッカーんですね職場に尊敬があるか職場で人間としてきっちり扱われるか極めてまとまること言ってますよね成長支援人間として専門家として成長できるような仕組みがその会社にあるかそして正しい評価がされるかこれがいい会社のドラッグーのいった えー、経営の神様ドラッカーにとってこれ3つの条件なんですこれを着実に実行することで卓越した企業になりますそれと組織の優劣化は学んでいるか学んでいないか組織の中核的な知識マネジメントは人経営とは人のことである人の成長が事業だとしたら、えー、自社で人材育成をしない手はないわけですねこれコンサルの営業というわけではありませんもちろん社内の読書会社内勉強会なんかでも人材育成はできますしただ経営をですね体系的に経営という全てを学べる GE とか a p p ルとか Google そしてソニ,ーソニーですとかねあの松下。 イト、えーヨーカードセブン‐イレブンユニクロなんか導入しているのはこのドラッカーなんですドラッカーというのは経営を体系的に全て学べるというところありますまたドラッカーイノベーションと企業家精神という本も書いてありますけど全ての人を起業家志向にしてくれるんですね経営者感覚起業家感覚自律的で動けるような社員を作っていくといったところでは非常にこのドラッカーの教育が有効ですもしご興味を持っていただいた方はぜひ私のホームページであるとかですねお問い合わせいただければ存分にこのドラッカーの教育がどのような効果を生むのかについて お話をさせていただきますぜひご参考にしていただけましたら幸いですご視聴どうもありがとうございました